ヘンミ十郎太は、幕末から明治時代初期にかけての薩摩藩士、陸軍軍人、名はまさくに、開盟2年11月7日、薩摩国に生まれる。母親戦争の時、薩摩藩二番小隊長として、東北戦争で活躍。維新後は、鹿児島常備隊小隊長、この江陸軍隊員となる。明治6年に皇居が焼けた時、新宿の議労で遊んでいて、 救援に間に合わず、同僚から救問され、自害を迫られたが、西郷に助けられ、囲碁心を入れ替えたという。明治6年政変で、西郷隆盛が辞職して、鹿児島へゲアすると、自分も辞職して、西郷に従った。私学校でも力を尽くし、宮野城座との区長も務めた。明治10年、西南戦争。変見は、 薩摩三番大隊一番小隊長として、熊本城攻撃に活躍し、その後来撃隊大隊長となる。大口、踊り、末吉と転戦、江ノ竹突破では先陣を切った。勇敢な薩軍の中でも特に抜群の武勇を誇り、仲間からの信頼も厚く、団の中を先頭に立って突撃する変身を見て皆、勇気づけられたという。また気象が激しく、 退却する味方は切り殺し深にその生き問を食べさせ、お前らもこうなるぞと戒めたと言われる。大使、明治十三年、市ヶ谷監獄において、敬語会を行われた、尋問の記録、西南の役長役人質問に、収録では、変見は兵を指揮する際、尻族者を切ったというのは本当かとの問いに、野村をし鮫け、島啓介、大野義行は、切ったことはない。 棍棒で殴っていたと答えている。この証言を裏付ける者として、西南起伝にも、尻く者は切る。と凄む部下に対し、変味が、兵を猪りに切るなと耳打ちした、という逸話が残っている。同年9月24日、西南戦争最後の戦場となった鹿児島城山の岩崎谷で戦死。西郷の死後に、別府新助と差し違えて死んだとも、 政府軍に突撃し戦死したとも伝えられる。去年29、ありがとうございます。